どうもマーケティングチャンネルオキです。小林です。では今回のテーマお願いします。今回のテーマは美容協会×ウェブマーケティングということでね、まあ、業界×ウェブマーケティングの第2弾なわけですけども、今回の業界は美容クリニックという風になってるんですけども、まあ、美容クリニックって、まあ、いわゆるなんか、口整形であったりとか、まあ、脱毛とか、まあ、いろいろあるじゃないですか。まあ、そういったのを全部くくりにしたときに、どういったウェブマーケティングをしていくと、よりいいのかっていうのをちょっとご紹介したいなと思ってるわけですけれども、はい、基本的に美容クリニックでウェブマーケティングをするときに、まず意識するべきことは2つあるわけですね。1つが、証券なんですよ。商売の圏内って書いて、まあ、証券ですね。はい。要は、自分のクリニックが、どこの証券に位置しているのかっていうのを意識した上で、ウェブマーケティングをやると。ということで、二つ目がウェブ看板なんですよね。まあ、ウェブ看板って、まあ、僕が勝手に言ってる言葉なんですけど、要は実社会でいうところの看板広告ってあるじゃないですか。はい。あれをどうやって自分のサイトとかで表現するかっていうところの、この二つになってきますと。で、これはちょっと一つ一つ説明していきたいなと思ってるんですけれども、はい。まあ、一つ目の証券っていうのは、もうこれ超簡単で、じゃあ銀座で僕が美容クリニックやってた時に、極端な話、大阪の人に広告配信しないんですよね。はい。超無駄じゃないですか。絶対来るわけないから。って考えたときに、じゃあ自分の証券ってどこの範囲までが来てくれる人たちなのかを把握することが大事なんです。要はこれどういうことかっていうと、じゃあ大阪は極端だなったら、じゃあ東京の銀座で例えば六本木の人たちが来てくれるのかっていうと、これ難しいかもしれないよね。でも東京の銀座で有楽町の人たちはおそらく来てくれるね。って考えると、今の論理だけで言うと有楽町までが証券で六本木は外になってくると。じゃあこの有楽町を一駅広げて新橋にしたら、これってまだ証券範囲内になるのかみたいなのを意識してウェブマーケティングをしていくことが大事なわけです。これをまず最初に絶対にやらないと、無駄に広告費を使っちゃって、1顧客あたりの獲得単価がどん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 高くなっていっちゃうんですね。他の業界って意外とその駅とか、もうそれこそ一駅ぐらいで完結することがほとんどなんですよね。で、なんで美容クリニックだけ証券の幅って変わってくるのってなると、美容クリニックが2つの特性を持って、1つがまず高いということなんですよね。高いからいろんなところを比較したりし、自分がちょっと遠出をすれば安くていい施術してもらえるのかもしれないみたいなことが考えられるわけです。で、失敗したくないわけですよね、美容クリニックって。嫌じゃないですか、プチ整形で失敗とか。考えるとめちゃくちゃ調べてくるわけです。ってなったら、自分の証券っていうのはどこの範囲までいけるのかっていうのが超大事になってきました。じゃあ初期段階でどうするべきかっていうと、これはウェブ広告で集客をすると、基本的に多分美容クリニックってリスティングになると思うんですけど、リスティングの時に自分が例えば東京の銀座ってなったら4駅分ぐらいあるじゃないですか。そこの4駅分でまず広告文を出したりするわけですよね。イメージで言うと、美容クリニック銀座っていうキーワードと新橋クリニック、有楽町クリニックみたいな感じで、基本的にそんなに幅を持たさずにキーワードを選定したりするわけですよ。ってなってくると、どういう結果になってくるかっていうと、基本的には証券が遠のいていけば遠のいていくほど顧客獲得単価は高くなってくるんですよね。だから自分が今許容できる顧客獲得単価がどこの駅の幅まで行けるのかっていうのを1個ずつ駅を足して試していくわけですよ。そうすると、あ、自分のクリニックって東京の銀座から発生しても意外と六本木の人たちは行けるけど、恵比寿まで行くと顧客獲得単価高くなったなっていうのが駅単位で分かってくるね、っていうのがめちゃくちゃまず重要なステップなわけです。なんですけど、そうなった時に結構懸念点としてよく僕言われるがちなのが、それって証券をめちゃめちゃ幅狭くなっちゃいませんと。だから要はそれってスケールしなくないですかみたいなことが結構疑問で上がるわけですよね。で、これは確実に解消していくわけです。これなんでかっていうと、美容クリニックだから解消するんですよね、これって。これどういうことかっていうと、美容クリニックってさっき冒頭で言ったように、ちょっと遠出をしてもいい値段といい施術が受けられるって思えば、証券外の人たちにも証券内に変わってくるわけですよ。っていうことは、これはどういうことかっていうと、二つ目の看板につながってくるわけですよ。要は、この二つ目のウェブの看板っていうのはどういうことかっていうと、自分のホームページですね。で、このホームページ内で自分が一番得意としている施術がパッと分かって、それの値段がパッと分かって、それのビフォーアフターであったり事例がパッと分かるっていう、この3条件が揃ってる看板になってるかどうかですよね。これが正直10パターン以上いろんなのを作って反応率を見ていく方がいいわけですよ。で、一番反応率の高いやつに変えていきますと。なってくると、どういうことが起きるかっていうと、そこが気になりだすわけですよね、人は。で、気になったらどうなるかっていうと、そこに一回ヒアリングしたいとか、まあ、一回問い合わせしたいってなるじゃないですか。
そうなった時に今まで顧客獲得単価がちょっと高かった恵比寿とかがどん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 顧客獲得単価が下がってきたりするわけですね。要はこの人たちすらも興味が持つ看板だとしたら来るのが美容クリニック業界なんです。でもこれってなんかそれこそ八百屋とか電気屋とか絶対起きないじゃないですか。どこの商品も値段も基本的には変わらないし、別に近場で全部買えるし、他のところも全部一緒だし、みたいな。なんだけど、医者の技術によって自分の顔の精度が変わるってなると、これって遠出をしてもいいんですよ、全然。ってことは、遠出をしてもいいかどうか悩ませるためには、まずウェブサイトのその看板っていうところで、ウェブサイトの広告のファーストビューの看板っていうところをガチッと決めていれば、問い合わせしてくれたりするわけですよね。このファーストステップとセカンドステップをちゃんと踏んでいくと、意外と美容クリニックは商圏の方も徐々に広がっていって、自分のサイトも最適化していくから、そこのサイトの問い合わせ率もどんどん上がってくると。で、どん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 上がってくると、当然、次の駅のキーワードとかも試せるわけじゃないですか。ってなってくると、もうどん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 商圏が広がってくるってことが起きるわけです。うん、あ、それこそ美容整形のクリニックとかになるとなんか看板先生とかいたりするじゃないですか。いますそういう人をプロモーションしていくみたいな手法はあったりするんですか。あ、それもめちゃくちゃありますね。要は今流行りのね P2C ってやつね。 P2C 要はインフルエンサーみたいな人が一人いて、そのインフルエンサーの人が実際に集客をすると、そうなると人に依存してるから来てくれるよねみたいなのがこのマーケティング手法なんですけど、まあ、美容クリニックでも結構そうやって起きるんですよ。起きるんだけれども、美容クリニックでこれをやるのってめちゃくちゃ至難の技だと僕は思ってるわけですね。これなんでかっていうと、接点がほぼないんですよ。要はあのインフルエンサーってインスタグラムとかめちゃくちゃ見るじゃないですか。で、その人の生活とかもめちゃくちゃ見ますよね、はい、YouTuber だったら動画とかもめちゃくちゃ見るからファンになってその人の商品が欲しいとかなるわけですよ。なんだけど、実際に毎日施術してる医者がそんな生活を出せるわけもなく、人の施術してるシーンを見せれるわけもないじゃないですか。って考えると、この人たちができるインフルエンスってほとんどないんですよ。逆に、やれることって自分の権威性を上げたりとか、なんか何々大学ですとか、こういう事例がありますよとかなってるわけですね。だから、その医者にファンがつくっていうよりも、その施術のビフォーアフターとかにファンがついてくる。でこのビフォーアフターっていうところにファンがつくっていうことは P2C ではまたないよねっていう話になりますね。で、一番良くないパターンが、あの一番得意な施術以外の施術のファーストビューに乗っけてるところがほとんどなんですよ。なんでですか。で、これはね、なんでかっていうと、いろんなことができますよってやった方がパイを広げれるからですね。だから二重できますよと脂肪吸引できますよって二つ並べといた方が、まあ、脂肪吸引の人も拾えるし二重の人も拾えるしっていうのがあるじゃないですか、はい、でもこれも言っちゃダメですよ。なんでですか。これなんでかっていうと、そうすると証券が広がらないんですよ。でこの証券が広がらないっていうのはどういうことかというと、東京銀座の中には二重にしたい人と脂肪吸引したい人っていますよね、はい、じゃあ恵比寿にも多分その人たちっているわけですよ。ってなった時に恵比寿で二重にしたいと思ってる人は二重と脂肪吸引できますよっていうところにはおそらく行かないですよね。だって恵比寿にも多分別にあるじゃないですか、うん、要はここの特別性ってなくなるんですよ。でも逆に二重に特化してますと、二重がめちゃめちゃ得意なクリニックですと歌われると、恵比寿で二重にしたい人も え、それは恵比寿にないわとかなったりするわけです。って考えると、もう冒頭に戻るんだけど、ここが県内になったりするんですよ、そのクリニック。それが一番スケールしやすいじゃないですか。だから自分の証券内でいろんな人を囲うよりも超特化して証券を広げていくっていう方が美容クリニックって儲かるんですよね。まあ、美容クリニックってもう超増えてるじゃないですか。昔はこんな込み入ってなかったんですけど、まあ、最近はめちゃくちゃ増えてるし、まあ、それこそ男性でも全然整形する時代だし、って考えると競合も増えてるけど需要もめちゃめちゃ増えてるし、その需要って結構若い人が増えてるんですよね。若い人っていうのはウェブの市場にめちゃくちゃいるんで、美容クリニックはウェブマーケティングを極めると基本的にめちゃくちゃ儲かるっていうのが僕の考えなんですよね。ちょっと試していただければなと持っております。はい、ということで引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。マーケティングチャンネルでは明日仕事仲間よりも一歩利用できる情報をどんどん配信していきたいと思います。よろしければチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。